しょんぼりしてる。不眠？妙だね。君ん家のベランダガーデン、安眠効果の高いハーブが植わってるのに。リラックス効果、加湿効果、空気清浄効果、心理的効果、ここの組み合わせで様々な効き目が。それでも効果があるようにしてある。どんな隙間からでも室内に入り込んで、わずかな量でも中の人間に確実な影響を引き起こす。実際、かなり強いハーブも植えてある。No。 乾かして噛まなきゃ平気。いけない、サボテンとか、おやばい朝顔とかあるけど、朝顔ってどれもやばいよね。オリジナルブレンド、ここ大事。あくまで計算されたハーブ同士のコンビネーション効果が肝なんだから。世界にたった一つ、小太郎くんのためだけのガーデンです。また最近いろいろ新しいの仕入れた。今度いろいろ持っていくね。効能に希望とかある？不安解消から鎮痛効果まで何でもござれだよ。ないよ。どうして？霊ブーム？小太郎くん、そういう不思議な話好きだよね。 UFO とか超能力とか未発見生物とかさ。遭遇したの？その手形ってのは？プロのまじない師とかに頼るのはどう？わからん。でも魔女さんだったら何かわかるのかな？でもまだ連絡来てないよね。手伝う？オーケー。今のうちに音を入れ。そうかもしれませんが、なぜ今？いいです。
奇遇だな。誰がてめえのために席なんざ取るか。話しかけんじゃねえ。飯がまずくなら。うぜえ。誰が心の友だ。とっとと失せろ。飯がかびる。何の真似だ。ふざけるな。誰がてめえのおごりなんざ口にするか。どうせ毒物か何かでも入ってるんだろう。てめえの企みなどお見通しなんだよ。知るか。お前の施しなぞ死んでも受けんわ。勝負だと。その手には乗るか。どうせ毒の混じってない部分があって、そこを食べてごまかすつもりだろう。てめえの手口なんざお見通しだ。
なんでお前、パフェ一つ食うのにそんなに顔を真っ赤にして汗を垂らしてるんだ。なら死ね。白状しやがれ。てめえの仕込んだ毒物は何だ。下剤か、ヒ素か、青酸カリか。何か用か、天王寺小太郎。食事中にまじまじと顔を見られるのは不愉快だ。あっちを向け。私がパフェを食べていると、そんなにもおかしいか。
私がパフェを食べてるのが、そんなにも滑稽か。私がパフェを食べてると、そんなバカなと思われるほど似合わないと。面汚しめ、てめえはそのまま這いつくばって死ね。普通の女子では絶対無理な大辛カレーをあっさり完食してみせたという噂は聞いたことがない。俺が知るか。女の秘密に立ち入らないのが男の美学ってもんだろうが。あばよ変態、そこでくたばってな。
小太郎、呼んでるんですけど。何なんですか、さっきからその間は。まあいいです。やっぱりいいです。じゃあね、コタさん。ちょっとね。解説なんていりません。すぐ挨拶するんですから。大鳥さん、じゃあね。さようなら、小鳥さん。ちはやさん。
はい。じゃあ、ちいちゃん。
Bottom.
Thank you.
ようこそジプシー、我が神秘の部屋に。お前が天王寺小太郎ね。お前の探していたのが私よ。人はそう呼んでいるらしいわね。あまり驚かないわね。これだけ演出してやったのに。つまらないわね。私の美醜などどうでもよきこと。それより、お前のことよ、天王寺。何？そうよ。千里茜、三年生よ。そちらの状況は、おおむね把握しているわ。異常な事件は好きよ。それがどのようなものであろうとも。調べたのね。鍵まで壊して、よほど確信がなければできることじゃないわね。いいわよ。すでに自宅に請求書を郵送したから、速やかに振り込んでくれる？修理代と慰謝料だけよ。本題に入りましょうか。お座りなさいな。これ FPS よ。二次対戦ものか現代戦ものが好みね。遊びながらでも会話くらいできるわ。
恩ゲーでアメコウがこちらの陣地にラッシュをかけてきたのよ。彼らはゲームでもまたこの国を占領したいようね。でもそんなことはさせないわ。見つけ次第射殺してやるつもりよ。ところでお前、洗っていない金魚の水槽の匂いがするのだけど。アンケートは見たわ。結論から言うなら、お前すごやばよ。事実、今時の女子なのよ。言ったこと自体は事実だもの。例に異次元と来てるわけだから、このままじゃ明日あたり UFO が来てしまうのじゃない？そう。一つ忘れているわ、お前。少なくともお前自身は超常現象の存在を確信しているのではなくて、大鍋をかき回してなければ魔女らしくないとでも？そういう誇張されたイメージをありがたがりたいのなら、そこらの拝み屋や風水師でも当たってみたらいかが？さぞやそれらしい神秘的演出を体験できるでしょうよ。姿やイメージが本質と剥離していることは珍しいことではない。魔術的視点とは当事者の認識の奔放さによるところが大きいものよ。お前の心次第で白いカーテンが霊にも見えれば美にも昇華する。大半の心霊体験と称するものは己が不明が引き起こした印象の誤認よ。あるいは先入観念が乾いた物理現象に摩訶不思議な拡大解釈を行ったに過ぎないもの。俗っぽいから本物ではないだなどと考える船舶の輩はさぞかし自らを欺く術に長けているのでしょうね。で、私もお前の悩みを錯覚だと断定して追い返せば釣り合うのかしらね。結構男は素直でなければ。さてね、お前の体験したものが真の超常現象と決まったわけではなくてよ、いろいろあるのよ。ゴーストとか。西洋妖怪と悪魔くらいには違うはず。とにかく例の被害についてはおいおい調べるとして、このアンケート問い25、興味深い答えだけれど、これは真面目に答えたのかしら。素直な回答ではあると。そう、
経過観察。なら、お守りを授けましょう。世の中にあるほとんどのお守りは偽物よ。けれど、お前に授けるものは正真正銘、本物の力を持っている。保証してよ。ただし、経過観察も並行して行う。そのためには天王寺、お前にオカルト研究会に所属してもらうことになるわ。安心していいわ。別に拘束するつもりはないから。問題なくてよ。被験体の内面は問わない。これ、入部用紙ね。必要な時に来てくれれば結構よ。それに天王寺、これはお前を救うためでもある。それを忘れないように。結構。オカルト研究会にようこそ。ここがお前にとって良き居場所となればいいわね。分かっているわ。最強の護身力を誇る、神秘のパワーを秘めた強力なお守りを授ける。去る魔術書から英知を受けて作られし者よ。これでいいか。大宇宙の強い魔力を秘めし、金星のアミュレットを今ここに授ける。この御符で良いかという意味よ。礼を挟むのよ。生と死の狭間に挟まれている礼をね。形から入る人間は騙されやすいわよ。イエスよ。本当に形ばかり気にする男ね。なら大盤振る舞いよ。これも持っておいきなさい。式神、私はジャンルにはとらわれない女。お前にしても効果があればどの分野のアイテムだろうと文句はないはず。式神はお前を悪しき攻撃から守ってくれる。それで挟んでいったらいいじゃない。魔術的相乗効果が期待できるわね。探せばあるはずだけれど、金星パワーはそもそも恋愛祈願だってご存知？やっと気づいたの？安心なさいな。そちらの式神は本物だから。
部屋に置いておけばいいんじゃないかしらね。早速今夜から試してみることね。ただし報告は欠かさないこと、それと拘束するつもりはないのだけれど、明日の会合には顔を出しなさい。明日なら普通に放課後で結構よ。返事は短く元気よく。天の着ね、お前。